小笠原忠し方は、江戸時代後期の大名、武前国小倉藩の第六代藩主。かには、十四位下、た大前大部、少々、造成四位十一月十五日、小笠原家、宗家七代。小倉藩の衰退につながった白黒騒動を起こした藩主として知られる。明和七年九月四日、張間国安守藩主、小笠原町ための長男として誕生。 聖母が側室であったため、長ための性質に男児が生まれると、中方は、次男とされた。しかし、完成6年、本家の藩主である小笠原忠だ内の養子氏となり、文化元年7月20日の養父の隠居により、家督を継いだ。文化4年には、朝鮮通信使の生子の接待、さらに、小倉城の火災消失などによる再建費用などで出費が、相次ぎ、 犯罪性は悪化する。このような中で、文化の変とも呼ばれる上ェ騒動が発生する。中方は決して暗愚な当主であったわけではなく、むしろ有能な大名であった。その自覚があったゆえか、文化8年、中方は、江戸画廊の小笠原出雲を呼び出し、自身も、幕府閣僚の一員となって惑星に参与したいと、言い出した。この時、出雲はこれに賛成はしなかった。 もしも小倉藩主ほどの価格で惑星に参与するとなれば、老中程度の住職につくのが相当である。そのためには、老中になるまでの量感運動で他の惑覚に対する賄いを出費、いわゆる賄賂が莫大なものになることが予想された。しかも当時は日本近海に外国船が出没し、惑星も不安定な状態にあった。このため出雲は、 国倉藩は幕政に関わることなく、当面の反省、犯罪性の再建の方が重要だと考えていた。中方も一旦は、この還言を聞き入れたが、後日再び出雲に対して、老中になるための運動をするように命じた。家臣である出雲は、この命に従う他になかったと思われる。だが、良官に必要な資質は、莫大なものであり、犯罪性は、破綻寸前となった。 藩主のこの動きに反対する藩内派閥は藩主中華とを老中にしようと運動している出雲を関心とみなし暗殺を図った。出雲自身の方は未遂で終わったが出雲の腹心が暗殺された。ただし反対派の方も必ずしも一枚岩ではなかった。反対派の中には犯罪性を思う一途な思いなのではなく自分の出世と出雲の手腕を妬む。 者たちがおり、この一派は、小倉藩が外国船に備えて造営していた、狼煙台を勝手に使用して、藩士を先導するなどし、ただ必要に、出雲の暗殺を図った。さらに反対派の一部は、いわゆるストライキを起こして、隣国福岡藩領である、筑前国黒崎に出本してしまった。この事件により、反対派は、黒崎の黒、出雲の一派は、 小倉城内として、この騒動は、白黒騒動と呼ばれている。この一連の藩内騒動が、幕府の耳にも入り、幕府の裁定が入ることとなった。出雲は、過労悲免となり、失脚、反対派に属していながら己の栄達を図った一派は、処刑、藩主の中方も100日間の平門となった。中方の刑が軽かったのは、 小笠原家の幕府創業時の忠誠を評価された、いわゆる小笠原家の訓行及び自身が、幕政に参与し、力になりたいという、幕府に対する強い忠誠心から起こったものであると、判断され、罪を軽くされたためである。その後、中方は、年貢増長などにより、犯罪性の再建を図ったが、 それくらいではもはやまかないきれず、白黒騒動での出費と混乱から借金は15万両に膨れ上がって犯罪性は急暴化する。そしてついには、百姓の急暴化を見て哀れんだ武与が年貢減免を独断で行った後に切腹するという事件までもが起こった。文政年間には村方騒動も起こった。このように混乱続きの藩を再建するため、中方は、 土木工事を行い、契約礼を出しているが効果はなかった。天保14年5月12日に74歳で死去し、後を次男の中印が継いだ。墓所は東京都台東区松が谷の海前寺。ありがとうございます。